今回の TPP 交渉の中で冒頭で国民皆保険制度の堅持を訴えるということはとてもこの国にとって大事なんです。日本に長く住んでて生まれ育つとこのありがたみがわからないかもしれない。ですが一度国民皆保険制度のない国に住んでみてください。そのありがたみが身にしめるほどわかると思います。私